ビズ日銀が12日に発表した9月の国内企業物価指数は1年前と比べて2%上昇の119.3でした伸び率は8月の3.3%から縮小し9ヶ月連続の鈍化となりました商品別では金属製品が7.3%、繊維製品が6% 飲食料品が5.4%とそれぞれぞ上昇しましまた。一方、電力、都市ガス、水道は火力発電に使う燃料費の下落などを要因に18%の低下となりました。